アベマの解説がめちゃくちゃ話題になってますけど、どうですか？この僕は予想以上の反響で驚いたんですけど、解説者としては今ナンバーワンと言われる、この状況。解説？いや、正直、あんまり意味が分かってない。だって、Now is Live とかで、ワイン飲みながらやってるのの、ほぼ延長線上でやってるだけで、今までもやってたから、で、別にそんなこと言われたことなかったし、だから今回同じやり方でやったら、なんか面白いって話になってて、それはだから僕にとっては、まあ驚きじゃないけど、なんでな？みたい な。そうかな。そう。じゃあ緊張とかなかったでしょうか？あんな大一番解説で。緊張っていうか、もうだって練習してないのに緊張もないよね。多分練習してたら、すごい緊張あると思うけど。不調は科学的にどういうことですか？そういうスランプとか調子が悪いとかっていうのは、まあ、原因を教えてほしいとか、科学的にどういうことですか？ 全然わからん。これでも、なんか、例えば、多分スランプを研究してる人はいっぱいいて、そのサッカーに限らず。で、なんかこの間、面白い話があって、室伏さんと話した時に、同じ動きを過剰にやってる人、過剰、まあそう、同じ動きですよね。ムーブメントをもうずっと過剰にやり続けてる人は、スランプになりやすいっていう話ですね。そう。だって、ブロシさんだとハンマー投げで何回も同じ動作してそう。いや、たら。意外にそうじゃないんですよね。いろんな動きをやったり、いろんな練習をやるんで、だから多分同じような動きばっかする人はスランプに陥りやすい。まあ、これはなんか仮説らしいんで、まだ実証されたかどうかはわかんない。年収、ワーク、ライフバランスから逆算して職を選んでいる新卒社会人です。学生時代に部活や趣味にかなり打ち込んだタイプなのですが、興味関心というよりは豊かに暮らすためのツールとして働いている感が強く、最近仕事を頑張れていません。どうすれば仕事に打ち込めますか？難しいですね。珍しまあ、く。人それぞれですよね。でもお金のために働くとやっぱりそういうことになっちゃうんで、なんとか楽しくて仕方ないものを見つけられるといいですけどね。で、それを職にできるといいんですけど。本田さんが日本代表監督だったとして、ワールドカップのように短期決戦においてターンオーバーは必要だと思いますか？ベストメンバーを組むべきだと思いますか？ターンオーバーについての質問ですね。試合によるかな。でもコスタリカ戦はターンオーバーいけたね。弱いから、相手が弱いってまあこと。弱い、まあそうね、そんなに強くなかったんで、それを見越してやるのはありかもしれないですね。教育関連のスタートアップを経営しています。本田さん、いつか話を聞いてください。これはどっかで縁があればっていう感じですかね。ぜひぜひ。今なんか、の、じゃあスタートアップの話、ちょっとだけ触れていいですか？いいです。投資を僕にしてほしかったら、やっぱそのちゃんとした人からの紹介で来るべきです。サイトとかに申し切って。来てるようじゃダメですダね。メ。ああ。DM とかやってるようじゃダメですそれだと信用を得られない。ね。どんだけ DM 受けてるかもうちょっと考えてほしいです。なるほど。凄まじい DM が来てるわけそう、だから、ちゃんと聞くんで話は。僕、ほんま、紹介来た時大体聞くんで。ちゃなるほど。んとした、僕が仲良くしてるような知り合いを調べて、そこからちゃんと紹介をしてもらうべきです。ああ、で、素晴らそしい。の人間、だから紹介者を、僕に紹介しても恥じゃないと思われる人間になれば紹介してもらえるはずなんですよ。そうしたら話絶対聞きます。どんどんどんそういう人づてに本田さんにつながると、開拓するできるようじゃないとスタートアップの社長にはなれない。これ僕だけじゃなくて他の人に投資してもらいたかっても一緒ですよ。アプおローチの仕方気をつけないと絶対に永久にピッチなんか聞いてもらえないです。わかりました。久保選手の中心のチーム作りをした方が今後はいいと思いますか？日本代表久保選手を中心にした方がいいと思いますか？まあ、竹が中心にならないと、めちゃくちゃ生きないタイプであることは間違いないでしょうね。ああ、なるほどね。だからそれを象徴するのがこの間のドイツ戦ですし、一人のほんと一つの駒で使われたときに、他の選手よりも竹の方がちょっと分が悪いんですよね。僕も前半で交代すると思いましたし、でもそれが竹のせいかってのはまた別の話なんで、で、竹の中心のチームを作るべきかは、それもそんな言うほど、口で言うほど簡単な話じゃないですよね。まあ、そこは、まあ、今後の本人のプレーとかも考そうで慮すしね。てる。そうですじゃね。VAR などのテクノロジーの導入についてどうお考えですか？テクノロジーのそういうサッカーへの導入、まあ、オフサイドもね、今回ありましたけども。いや、まあまあ、もう、それはもう決めの問題なんで、僕は、いいんじゃないかなと思いますよ。でもなんか、その割には、なんか、使い方は微妙やなと思いますね。テクノロジーのね。もっとスムーズに変えていかれるような。と思いますね。なんか、特にオフサイドの取る遅さはめっちゃ気になりますね。クロアチアに勝てたとして、ブラジルと
試合したらどうなると思いますか、まあ、日本がブラジルと試合したらどうなると思いますかっていうことだと思うんですが、そんな簡単にはやられないと思いますよ。ただすごく引かされるでしょうし、そこはかなり苦戦する。で当然それはもうスペインやドイツよりも全然あの力量的には強いですよ。僕は死ぬほど器の小さい人間で、自分が試合に出てない時 30% ぐらい負けてほしいって思っちゃいます。プロの世界だとこの感情って1ミリもないくらい純粋にチームを応援できるんですか？うん、そんなことないです。うん、人間なんで、そうは思えないことが多いですよ。僕自身もそうだったし、でも、なんか、それって嫌じゃないですか。うん。で、そうじゃなく、自分のライバルを応援できるような人になりたいとか、このチームを心から応援できるようになりたいという格闘は、ずっとあります。どんなにレベルが上がろうと、正直、もし負けたら俺が次出れんのになとか。でも一方で、純粋に日本人としてやっぱワールドカップ一歩でも上に行きたい。で、そうやって応援、そうやってサポートしてる選手もたくさんいるんで、そういう素晴らしい人格者も、この多分ワールドカップのサブにもいたと思うんで、まあ難しいところです。でも基本はみんなそう思ってますよ。まあ負けず嫌いが集まってるわけですからね。そうです、そうです。森保監督の続投についてどう思いますか？ありだと思います。個人的に森保さんの戦術はあんま好きじゃないんですけど、でもさっき言ったようにサッカーって、もう戦術は、戦術の価値観はもう違うんで、うん。結果を出した森保さんの、価値だと思います。日本代表の決定力不足は長年の課題ですが、どうすれば克服しますか？これはすごい、こう、誤解もあって、確かに日本のフォワードは世界の強豪国のフォワードと比べて、見劣りしますよ。でも、そういうところでも、決定力不足というのは、もう頻繁に言われてます。うん。だから、いいストライカーがたくさん生まれてこない文化があるのは事実なんで、その辺の改善が多分これを解決するんじゃないですかね。三笘選手は特にどういうところが優れてると思います？一対一の、その、能力って一言で言えばそうなるんですけど、うん。もうそれがちょっと群を抜いてますよね。で、自分の形に持っていった時の、もうその魅力といったら、もう今までの日本人にはまずいなかった。本田選手がそれにマッチアップしたら抑えられますか？結構バチコインって抑えるイメージもありますけど。前半出てたらね、前半行ったら三笘さんには悪いけども、最初にちょっと桃感食らわせますよ、ね。でも、それ今あかんからね。で今 VAR で俺イエローもらうから確実に。昔それでごまかせたから。だからもうサッカー変わったよね。変わった。VAR は本当サッカー変わった。そういう意味では。本田選手がもうイエローもらってたの前だ。うん、だからそれでもう、そしたらもうもっと僕が次行けなくなって、三笘さんにガンガンやられて、ね、2枚目のイエロービビってっていうことになるんで、今はできないよね、だからそれ。日本とアメリカは野球では世界トップレベルだと思いますが、なぜサッカーではそうではないのか、本田さんのお考えを教えてください。難しいですね、これはね。でも野球は、歴史が長いですよね。うん。日本の、野球の歴史はものすごく長い。まあ、アメリカの方が長いんでしょうけど、うん、そこは、なんか、サッカーとの場合は、たかだか J リーグできて30年ぐらい。でも一方でヨーロッパは100年超えてるんで、まあ、その差は当然あります。だから、ちょっとずつすごいスピードで埋まってると思いますよ。長友選手が MVP だと感じた理由は何でしょうか？うん、MVP に三笘選手、堂安選手、3番目に長友選手を挙げておられましたね。はい。それをもう言うまでもないでしょ。もうブラボーを連発したじゃないですか。ブラボーの連発はどんな貢献があるんでしょうか？え？目立った。メディアに？貢献じゃないね。もう目立ったよね。あ、目立った MVP。目立った。おう。目立ったことで、なんか雰囲気作り。それ大事だと。いやいや、まあ、それは冗談やけど、まあでもピッチの中でやることやってたでしょ。あ、プレー面でも非常に良かった。いやいや、それはそうでしょ。もうちょっと点取れそうな場面もありましたしね。うんうん。うん、今夜のフランス対モロッコ、どのような展開になるか予想してください。フランスがやっぱり支配する時間が長くて、モロッコはやっぱり個々が優れている部分があるんで、まあ、そのミスマッチを起こす個々があるポジションから、まあ、カウンターとかでまあチャンス作っていく感じなんでしょうね。あとはセンタリングからのチャンスと、まあ、セットプレーはチャンスですよね。まあ、でもやっぱりフランスがやっぱりかなり多くのチャンスを作ると思うんで、まあ、守りきれるかどうか分かんないですけど、クロアチア同様結構モロッコも疲れてるんじゃないかなと思います。昨日のアベマにて放送禁止用語が出ましたが、本田さんとしては放送禁止用語を出さないように気をつけていたりしますか？
出たんですかね、ちょっと知らないですけど。全然僕も分かんないですね。僕が出したの、うん、全然分かんない。まず一つ言えるのは、何、放送禁止用語が何かが分かってない、うん、はい、うん、でもまあ36年生きてきて、これは言ったらあかんやろっていう自分の道徳感は持ってますよ。それ以上ないでしょ。それで人に気分を害させたら謝るし、それ以上でもそれ以下でもないかなと思ってます。あ、メッシもオランダ戦後にね、あの放送禁止用語インタビュー中言っちゃったみたいで。言ってたんですか、はい、まあ試合はね、それ F ワードってこと、はい、F ワードのスペイン語多分、うん、なるほど。森保監督はフットサルや野球から戦術の知見を得ているそうです。本田さんも別の競技から何か知見を得たりしますか。うん、あの他のスポーツっていうこともそうですけど、僕の場合はビジネスとかからあのそういうノウハウを、うん、得たりとか、してますし、サッカーからビジネスにも生かしてますしっていう、こう行き来してますね。なるほど、はい、マネージメントとかやっぱビジネスから参考になるわけですか。かなり多いですね。一流のビジネスマンがサッカーの監督やったら多分めっちゃ強いんじゃないかなって思うような人もまあなんかいますね。へー、うん、